リコあるね。見えてるから。うつせ。これでもうタッチして。あいた。はい。これすごい。すげえ。トモズ YouTube チャンネル。こんにちは、こんばんは。赤髪クラフトだよっす。よっす。よっす。今回はバーチャルマーケット2022サマーに呼んでいただいて、また赤髪クラフトのみんなと一緒に楽しいブースを紹介していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、今回はゲストに足跡さんも来てくれました。よろしくお願いします。よっす。お願いします。よっす。よっす。よっす。足跡さんにゆかりのあるブースもあるんで、ちょっと楽しみにしててください。そして今回も案内人に沢江さんに来ていただきました。沢江さん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。あのバーチャルマーケット SNS 担当のいくらちゃんも一緒に、はい、はい、ので、はい、一緒によろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この女性のアバターで中身男性の人はなんかあれですね、特殊な言い方ありますよね。そうですね、バビ肉とか言われ方あります。バビ肉っていうらしいですよ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあもうね、もう盛りだくさんなんで早速、はい、パラリアル大阪行っちゃいましょうか。行こう。はい、はい、ではではこちら階段上がっていただいて、はい、はい、こちらにどうぞどうぞ。これ上がったらいいんですか。行くぞー。ちっちゃいね。ちっちゃいから。おお。わあ、すごい。すごい。西成。めっちゃきらびやかやね。すごいっしょ。すごいやん、これ。たこ焼き乗っかってるやん、そこ。本当だ。上に本当に。たこ焼き。なんでやねん、なんでやねんって流れる。ずっと突っ込んでる。なんでやねん、なんでやねんって。はい、じゃあ早速一つ目なんですけども、ロート製薬さんがですね、実はご出店されてまして。へえ。あの一番大きい目薬がこれあるんです。本当だ。持ってる。持ってる。すごい。はい。あのこれ薬デッポというのが。あの今回遊べるようになっております。これちょっと手に取ってですね。本当だ、取ってる。爽快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 目薬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 爽快か爽快だ爽快だ。わあ、すごいすごいすごい。爽快を発射してるよ。すぐに目薬ってやばいやろ。これ販売促進につながる。爽快感をこう味わっていただければと。はい、パッケージ物資とこう。そうですね。あのこちらロート製薬の公式 VTuber のココロちゃんがですね、あのお出迎えになってますね。はい、めっちゃ可愛いやん。そうなんだ。今みんな花火上がってる。花火上がってる。なんだ、花火上がってるよ。どこ？あ、本当だ。どこどこ？え、つ、あ、じゃない、なんでやめたの。なんで？言うもん、反射的に。あ、ごめんなさい、反射的の反射はあれです、あの跳ね返るっていう意味であって、そういう反射の反射じゃないです。すごい。串カツだね、やっぱりここは。まあ串カツでしょ。大阪来た時トモさん食べたよね、串カツ。食べた。めっちゃ高かったけどうまかった。豆腐さんに奢ってもらっちゃった。美味しかったよね、串カツ。うまかったわ。大阪串カツ美味しいですからね。そう、ビッグカツじゃん。あ、待って、本当やん。ほんまや。え、ビッグカツってあれ？あ、白がですね、今回あのご出店という形になりまして。へえ。これ駄菓子の中で俺一番好きかもしれん。俺もやん。うん。美味しいよね、これ。初めて見たんですけど。嘘だよ。うす、え？知らない、これ初めて。8割損しとる多分。そうそう。あの人の人生の8割ビッグカツなの。おお、ビッグカツ。多いな。お菓子なの？駄菓子よ。一応駄菓子なんやけど、一応これと米もいけます。ですけど。あるある。続きましてこちらのブースですね。阪急阪神さんのはいブースになっております。新店舗のブース。おお、いつも肉まんだ。ほら、ある時ない時やで。ある時ない時、これでもほんまにうまいよね。551有名だよね。いやいや、これは知ってる。これ有名だ、確かに。
お食べなさい、はい、食べたことはないけど知ってる。これ持ってるよ。これが551ですね。あのちょっとフォトブースみたいなのもありまして、あのこの階段下なんですけども、はい、こちら。あ、これ本当だ。あ、本当だ。アルトキーって言ってるよ。ほんまや、アルトキー。クミさんも551で好きなんじゃない、関西圏の人だから。クミさんも、あ、好きなんだ。好きだって。あ、分かってるんだ。写真撮ってあげるよ。これ本当、毎回思ったより美味しいんだよね。あ、でもいい感じ、いい感じ。はい、アルトキー。はいね。あ、オッケーオッケーオッケー、撮った撮った。すごい、めっちゃこんなに光ってる。ベリケンさんすごいな。ほんとだ、めっちゃ光ってる。ベリケンだ。もうちょっとくすんでるもんね、本物は。いや、言うな言うな。なんで、ほら、じゃ写真撮ってもらおう、写真撮ってもらおう。ほら、足の裏触っとかな。そうだ、そう、お金持ちなの。さわ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 。だから、僕あの大阪に置いてあるビリケンさんは足の裏へこんでんね、触りすぎて。へこむんだ。じゃ、この感じ。いいですか。あ、よく撮れてる。ですね、ちょっと遊べるエリアがあるんですよ。あの、これ寿司スピナーって言って、あの寿司を高速回転して遊べるっていう風に食べ物で遊んではいけません。回転寿司は大阪が発祥の地なんだよね、多分ね。そうなの？多分ですけどね。お前、マジでよな。大丈夫。なんか、でも俺の親父が言ってた。ね、あ、じゃあ嘘だ。じゃあ嘘。ちょっと反対側もですね、またちょっと遊べるようになってまして。はい。はい。あの、今の終点ってわけじゃないですか。座ってるじゃん。はい。遊べるようになってするんです。始まってるじゃん。生や。スマホケースで、こう、自分をこう、撮るとですね、写真をこう、置いとくことができるので。本当だ、本当だ。来た時の記念写真みたいなのがちょっと遊べたりとかできます。撮ったよ、俺も。ほら見て、本当だ、サバエさんの置いてある。撮れたかな、撮れたかな。撮ったなんかちょっとかっこつけとるな。いや、自撮りだとこうなるんだわ。ここ座れんの。さっき座ったよ、サバエさん。サバエさんどうやって座ったんですか。私あのヘッドセットなんでね、ちょっと。あ、実際にしゃがんだんだ。そういうことか。なるほど、体張っとるんだ。そういうことか。これポスターの出展なんですけど、はい、あのでか共和機構株式会社さんがですね、あのリクルートの、はい、はい、あのカバンを出していたりします。ここでリクルートをしてるの。そうなんですよ、メタバース。もうでも今時やね。すごいな、本当だ。時代に合ったリクルートやな。巨大ドライバー、まあ、こうやればあの日本全国どこにいる方でもこうやっぱりリクルート情報をお届けできるっていう風になってます。なるほど、すごいな、すごいすごい。ドライバーチャルの世界ならではなのかなとは思います。理解がある会社って考えたらね、すごい魅力的かもしれない。この道具の名前は何。ボルト締めるやつやな。ナット締めるやつだ、これ。ナット締めるやつやな、ね、トルクレンチ。トルクレンチっていうのかな。いや、わかんない、ちょっと見えないけど、これラチェットって言うんじゃないの。はい、次。はい。ねえ、気になっとったやつがある、これ。ねえ、ねえ、もう見えなかった、ちゃんと、うん、これでしょ。今回もこれが楽しい。今回もご出展されてますよ。はい、ありがとうございます。今回もご出展されてます、東京丸井さんでございます。やったー。ソフトガンのメーカーさん、いらっしゃるよ、いらっしゃるよ。あ、いた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 。広報の方。ね、父さん、これ銃撃ってみて、音が超リアルだよ。マジで。両方いけんの、それ。ほんまや、ほんまや、トレーサーついてるっしょ。ほら、こんなことできんねん。黒土志向早く行きたい、俺。いいよ、黒土志向行って早く行きたい。入っていいよ。いいですか。いいよ、入っていいよ。チェアがあるよ、チェア。ほんまじゃん。はい、ということで黒土志向でダメっすよ。ソウルさん、ダメ。ソウルさん、まずいわ。降りた方がいいよ、そろそろ。ソウルさん、ソウルさん、あんまり良くないから。降りてー。うっつんやん、それ。見えてるから。放送事故、放送事故、放送事故。エグジットっていうボタンを押すと、はい、降りれます。何をやってくれてんだよ。クミさんやってみて。今カメラマンナイス角度だったよね。俺が騒いでるの撮りつつ、ソラさん映さないから今上手だった。なるほど。動けるね、こうやって。ほら、
わー本当にこういうチアだったらいいな。わ確かに。いやいや、ね、みんな太る。あれだけみんな太る。これ面白い。あの実はこちらでダンスを踊ることができるようになってまして、どこ札とかですね、あの押していただくと、はい、ダンスが始まります。始まった始まった、ジョアさん邪魔、ワトさん邪魔、ワトさん、ワトさん邪魔だって邪魔だって何邪魔じゃん。ソルさんすごいすごい君何してんのソルさん、おらら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 、ノリノリ、あらあら、ソルさんめっちゃ踊ってるやん、キレッキレ、わらららら、おらららそのポーズ何、ソコラさん、すごい始まった、ちょっと恥ずかしいなんだこれ、ノリノリだね、いいねいいね、アイドルになった気分やね、これ面白いわ。めっちゃ面白い、さあ次へ、はい、南ガネンタワーの真下ですね、はい、こちらたこ焼きに、ツッコミの焼きを入れて巨大カパを貯めるっていう体験が、トムさんお手本を、何を何で南ガネンパワーを貯めんねん、なんでよね、ツッコミ入れる、はい、どうしたらいいですかこれ、はい、このツッコミボタンをですねガチッと押していただければ、ガチッと押して、はい、なんでやねんわーすごい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 、あ、そういうこと、もっといっぱい押して、なんか来たの、なんか来た、なんか来た、それぞれですね、お礼にですね、あのたこ焼きプレゼントをしてます、たこ焼きだ、ほんとだ、ほんとだ、おい、たこ焼き、じゃあなんでやねんを押せばいいの、えい、なんでやねん、なんでやねん、バーン来る、あ、来た来た、おお、ほら、たこ焼きくれた、すごい、たこ焼き、たこ焼き、これ、レンちゃんですればパパはカメラこっち、たこ焼き食べたい、たこ焼きもらった、なんでやねん、これを会議中ですね、どんどんいろんな方が押していただくことによってどんどん上がっていって、きっとブーケとか閉会することにはめちゃめちゃ巨大になってるだろうと、あー、たこ焼き、なるほど、写真撮ろう、ここでほら、もう合わせた、撮ろう、あと上がれるんや、上がれる、ほんとだ、なんでやねん、毎度大きい、毎度大きいって言ってる、あ、前がいいかな、前にこうやって集まるのが良さそうじゃね、ほら、なんでやねん、なんでやねん、それでいくらさん、なんでやねん押すとどうなります、これで押すと、はい、なんでやねん、押し出された今すごい、はい、それではですね、また心斎橋筋の方に行こうかなと思います、はい、来た、ここここ足屋さん、ほらここ行ったとこ、ほんとだ、行ったことあるんだ、心斎橋行くの、行ってみて、足屋さんに案内してもらったんだ俺、ここリアル大阪で、そうなんだ、そう、わぁ、あ、にぎやか、わぁ、すごい、すごい、ほんとグリコあるね、でまた手前の方にもですね2つブースがありますので、はい、そちらをご紹介したいと思います、はい、はい、でまずですね、みずほ銀行さんです、みずほ銀行、何の出店、こちらですね、1階がですね、みずほ銀行の銀行の店内をイメージした、ブースになっていてですね、本当だ、もうそのまんまやね、2階がですね、ボルダリングができます、なるほど、みずほ銀行の2階でボルダリングすごいねなんですごい、ね、こちらの青いやつをあのタップしていただくと2階に上がれます、あれた、はい、こちらクイズになってまして、皆さん見えてる問題がちょっと違うかなと思うんですけど、とりあえず違うと思うんですけど、クイズになってまして、丸かバツかを選んでボルダリングで上に上がると正解かどうか分かって、はい、えい、あ、来たよ俺、正解した、王冠に到達した、王冠手に入れた、すごい、あ、王冠はローカルじゃない、マジ、あ、トモさんが見えてる、見えてる見えてる、はい、おめでとうございます、おお、やったー、王冠の手に入れるの、これこんな感じや、ほら、あ、うまい、うまい、
乗ってる。いいわ、いい感じだわ、ソーラさん。いいね。今見てる。イエーイ。あとなー、イエーイ。イエーイ。あ、こんなのもある。これ。つまりこれはそういうこと。うわ、すごい。ここ。あ、これあれよ。怖いやつ。すごいすごいすごい。あ、梅田の、あ、梅田のあれや。はい、ありがとうございます。これがみずほ銀行のブースでございました。はい、リアル大阪だとここでカニ売ってるよね。そうそう、カニ食いましたよね、そこで。え、そっち？ここじゃなかった？ここでカニ食った。ここでカニ食った。ここでカニ売ってるよ、確か。カニ食った、カニ食った。そう。グリコがあそこにあるから反対側やで。いやいや、違うよ。ここここ。カニドラがあるもん。あ、ほんと、あそこ、あそっか。あ、ほんとだ。こっちこっち。あ、反対から来たってこと？あ、そういうことか。そう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 。いつでも。しかもこれ、橋の横のこの階段、めちゃくちゃリアルな、これ。ちょっとそれ、あれかもしれない。あ、そうや、ほんまや。そうよ、そうよ、グリコがあるから。めちゃくちゃリアルだよ、これ、橋の横。へぇ、降りれるもんね、こうやって。そう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 、で、川沿い歩けんの、これ。ここに降りれる、そう。めっちゃリアルだよ、これ。ほんまや、トムさん、ここでカニ食った。食った、食った、食った。食った、食った。本当にこうなってるんだ。なってるし。そうだ、ここで、ここでカニ食いました、私。こっちからや、カニ食ったの。カニ有名なの、巨大ガニ。はい、カニ動いてますよ。そうそうそう、これね。そうそれ。何、この人くれんの。え、こだわったな、ここ。え、何が起きてるの、これ。これ何が起きてるの、これ。この人モテるんだ。ほら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 。ほらほら、どうした、何これ。これも VR チャットの、愛されキャラみたいなベニスマンっていうアバターなんですけど。そうなんだ、じゃあ回しとこう。回しとこうならんのよ。ひねりも入れて。すごい。すごい。じゃあ皆さんこちらですね。出た。食い倒れだろ。出た。そうだそうだ、おかえり太郎よ。すごい。写真撮る。写真撮る。写真撮る。じゃあまたみんなでこう写真撮る。観光にあっとるやん。写真撮ろう、写真撮ろう。またギュッとギュッと集まる。あ、いいね。カシャ。なんでかぶってそこでそこでかぶるのおかしいでしょ。もっとあるよ場所。すごいね、ほんとに。うわ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 。そしてここ抜けますと最後ですね、はい、JR 西日本様のですね、大阪駅のエリアになって。大阪駅やこれ。へえ、大阪駅。すごい。え、そっくり。いや、この感じ、この上がっていく感じ。へえ、そうなんだ。すごいな。何、カプコン。すごい。あ、ストリートファイターだ。あ、か、券売機。わあ、完璧に一緒じゃん。すごい。え、ここに券売機ある？はい。すごい。なんか音がする。なんかアナウンス。入るにはやっぱ必要なものありますよね。あ、イコカ。イコカを購入することができます。はい。イコカだ。イコカ、イコカ。イコカ、ほんなら。じゃこれでもうタッチして開いた。はい。開いた開いた開いた。これピンポンなったよ。開けた開けた開けた。ピンポン、ピンポンなったよ。これこれなんやけど。あ、じゃあ、はい、じゃあダメだわ、じゃあダメ。開いた開いた。開いたか。ダメなんだ。さんダメなんだ。開いたかって。ふざけんな。開いてしまったか。乗れるのかな。降ります。はい。感情優秀。すごい。懐かしい。流れてる流れてる。なんでこれ？なんか工事してます。これがですね、多機能鉄道重機といって、人型のロボットと、鉄道工事用車両が融合したもの。これ実際に今開発中なんです。これを操縦できる。あ、本当だ。動いてる動いてる。あ、面白い本当だ。これすごい。ちょっとツイッターでもこれ話題になったものだったりします。実際にあるもの。はい。へそして反対側ですね。あとこれ実はまだ実際の大阪駅にはないんですけど、フルスクリーンホームドアっていうのが23年にですね、できる予定がありまして。へえ、それをちょっと先行してここで体験することができる。さすがバーチャルだ。はい、あ、こうやって広告とかが流れるんだ。すごいね。未来の大阪駅だここ今。そうです。開いた。すごい。ハローキティと、コラボした関空特急はるかにこう乗車することができると。はい、
すごいね、はい、という感じになっております。すごいすごい、めっちゃリアル椅子とか、すごいねこれ、未来の大阪駅だ。あとはですね、実はこの一番上のあの天井あるじゃないですか、はい、あの上実は滑り台になってまして、あそこを滑るっていうことが、遊べたりとかします、はい、ただちょっと今日はまだあの実はまだないなくてですね、はい、できないんですけど、はい、ご紹介だけ、はい、それは2023年の大阪駅もそうなるんですか。ちょっと言いすぎるやろ、はい、という感じでですね、大阪とりあえずこれで一通り回った感じになります。大ボリューム、楽しい楽しい、これは楽しい ね、 楽しいね、大阪旅行してきた気分だ、ね、本当だわ、ね、ね、たこ焼き食べたい、お腹すくね、たこ焼き食べたいね、お腹すいた、はい。じゃあイクラちゃん引き続き、はい、パラリアルニューヨークの方にもね、はい、ご案内をしたいと思います、うん、はい、はい、ニューヨークだって行きたいかい、行きたいね、高校生クイズ始まるこれイコカで行けるの、イコカでニューヨーク行けるわけねえだろ、行けない行けない行けない、そんなノリでニューヨーク行けないよ。おー、ニューヨーク、ニューヨーク来たことない、これ来たことない、ハードすぎやろ、なんかめちゃくちゃ、タイムズスクエア、これニューヨーク初ニューヨーク、あ、うまいうまいうまい、こぼれる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 自動操縦で移動します。待って、それいいよ、降りてくれた、ゴー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 、ここでひっくり返す、おお、うまい、そうだ、クミさん打ってない、ほんとだ、あ、そうだ、はい、じゃあまた続きまして最後のエリアですね、V キャットモールっていう、ショッピングモールみたいなエリアがありますので、ちょっとそちらに行ければと思います。はい、はい、はい、あ、なんか見たことあるマークがある、無情ほら、はい、あるだろ、見たことあるぞこれ、見たことある、こちらになります、見たことあるでしょ、馴染み深いマークがこれありますね、ほら、ヤオキン、そっち？どっちかっち？馴染み深いけど、ヤオキンも、ほら、入ったー、はい、おお、あったー、会いたかったよ、すごい、すごい、すげー、トモズ YouTube チャンネル、トモさんすげーね、本当に。すげえね、すげえわ、これはあんまり、あれ集合写真撮りましょう、集合写真撮りましょう、オッケー、あ、あと回ってる、2人いる、すごい、ありがとうございます、ありがとうございます、ございます、いや、トモさんたちがこうやって楽しんできてくれるからこそね、より多くの方に届けられる、いや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 、面白いですこれ、本当にありがたい、すごい、うん、はい、皆さん短いあれでしたけど、お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でした、2つの企業の会場と1つのね、一般ワールド回っていただいたんですけど、どうでしたか。めちゃくちゃ面白かったです、面白かった、いろんなのがあった、すごかった、本当に、いやもうね、皆さんの反応めちゃくちゃ面白かった、いやまだゆっくり見て回りたいけどね、そうだね、また来ます、あと本番で、す、はい、じゃあイクラちゃん期間お願いします、はい、バーチャルマーケット2022サマーはですね、2022年8月13日土曜日から、28日の日曜日まで、開催中でございます。トモさんたちのブースもですね、パラリアルニューヨークにある、サマーモールで、ありますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください、よろしくお願いします、お願いします、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんぜひここに遊びに来てください。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。